エンジニアの直哉です。まずはスターバックスに行きます。そしてマックを開きます。次にランチパッドを開きます。検索窓に T と入力します。するとターミナルというアプリが出てくるので、これを選択します。するとターミナルが起動します。そしてちょっと色を変えます。シェルから新規ウィンドウグラスというものを選択してください。そしたら緑になります。ウィンドウのサイズを大きくしましょう。ウィンドウの端をドラッグします。次に文字サイズを大きくします。コマンドとシフトを押しながらプラスを押すと文字サイズが大きくなります。次にコマンドを入力します。トップと入力してください。入力できたらエンターを押してください。そしたらなんかわけのわからない画面が出てきました。なんかパソコンができそうな人の画面っぽいですね。この画面をスタバで開いておけば、この人めっちゃパソコンできるんじゃねと周りから思われると思います。スタバではパソコンで SNS を見ずにこの画面を出しておきましょう。トップコマンドはパソコンの現在の状態を確認するために使われます。具体的にはパソコン上で動いているプログラムやそれらが使用しているリソース、例えば CPU やメモリなどの状況を見ることができます。これによりパソコンのパフォーマンスや問題があるアプリケーションを特定するのに役立ちます。例えばパソコンがまるで工場のようだとすると、その中で動いているプログラムは作業員になります。各作業員は様々なタスクをこなして工場全体がスムーズに動くようにしています。トップコマンドはその作業員たちがどのように働いているかを見るためのツールのようなものです。これにより工場、つまりパソコンの状況を把握し、もし何か問題があれば解決するための手がかりを得ることができます。出力結果を見ていきます。まず PID、コマンド、CPU について説明します。 PID はプロセス ID とも呼ばれ、パソコン上で動いている各プログラム、プロセスに1位に割り振られた番号です。これによりパソコンは同じプログラムが複数動いている場合でもそれぞれを区別することができます。PID は問題があるプロセスを特定したり、特定のプロセスを終了させたりするときに役立ちます。次はコマンドです。コマンドは実行中のプログラム、プロセスの名前です。これによりどのアプリケーションが動いているかを特定することができます。例えばウェブブラウザである Chrome が動いている場合、コマンドに Google Chrome と表示されます。CPU はパソコンの中心的な処理装置で、様々なタスクを実行するために必要な計算を行います。トップコマンドにおける CPU は、各プログラム、プロセスが現在どの程度 CPU を使用しているかをパーセンテージで表しています。これにより、リソースを大量に消費しているプロセスや、パソコンの動作が遅くなる原因となっているプロセスを特定することができます。この TH はスレッドの総数を示しています。スレッドとはプログラム内で並行して実行される一連の命令のことで、複数のスレッドが同時に動作することでパソコンの処理効率が向上します。この項目によりシステム全体で実行されているスレッドの数を確認できます。WQ はシステム全体のワーク Q、待ち行列の数を示しています。ワーク Q とは、あるプロセスが実行されるまで待機する状態のことで、この数が多いほどシステムが負荷を受けていることを示しています。ワーク Q を確認することで、システムの負荷状況を把握することができます。ポーツはマークポーツの数を示しています。マークポーツとは、Mac のカーネル OS の中核部分がプロセス間通信を行うために使用する通信チャンネルのことです。これによりプロセス同士が情報をやり取りできます。ポーツを確認することでシステム全体で使用されている通信チャンネルの数を把握できます。以上がトップコマンドの出力結果の説明でした。これであなたもトップコマンドの内容を理解できました。これからはスタバで Mac を開いてトップコマンドを表示し、ドヤ顔で Mac をスタバで使っていきましょう。今回の動画が面白かった、ためになった、勉強になったと思った方は、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ではまた。